It's a new day in space exploration. As we sail on this new cosmic sea, there's so much to learn. There's so much to be excited about. Artemis is different from anything humanity has ever embarked on before. And we will discover life-saving, earth-changing science and technology along the way. We're delving deep into what science can be achieved by humans working together with robotic capabilities and future infrastructure to support a long-term human presence at the moon. The Artemis generation stands ready. Ready to return humanity to the moon and then to take us further than ever before to Mars. Onward and upward. みなさん、こんにちは。ついに最終回ね。今回のテーマは何だっけ？今回は宇宙の未来、これから人類がどこへ向かうのかを考えてみよう。これまで古代から現代まで学んできたけど、これからはどうなるの？スプートニクから70年足らずで、人類は宇宙に常駐し、火星を探査し、民間企業が宇宙ビジネスを展開するまでになった。そして今、宇宙開発は新しい時代を迎えている。今日は近未来から遠い未来まで、人類の宇宙での可能性を見ていこう。まず2020年代から2030年代、10年後までの予定を見てみよう。具体的にどんなことが起こるの？ NASA のアルテミス計画で、人類が月に戻る。早ければ2026年頃だ。50年以上ぶりに月面着陸するのね。しかも今回は違う。短期訪問ではなく月面基地の建設を目指している。月に基地？住めるの？月の南極付近に恒久基地を建設する計画だ。そこには水の氷があり、ほぼ常に太陽光が当たる場所がある。水と太陽光？なんとか生活できそうね。民間宇宙旅行も本格化する。すでに始まっているが、コストが下がってより多くの人が体験できるようになる。私も行けるかしら？現在は数億円だが、10年後には数千万円、20年後には数百万円まで下がるかもしれないな。それでもまだ高いけど、海外旅行みたいな感覚に近づくのね。民間宇宙ステーションも建設される。宇宙ホテル、宇宙での製造工場、研究施設など、用途別の施設が登場する予定だ。宇宙で何か作るの？無重力環境でしか作れない高品質な結晶や材料がある。医薬品、半導体、新素材などだ。ロマンがあるわね。さらに、小惑星の資源探査も始まる。一部の小惑星にはプラチナやレアメタルが大量に含まれている。宇宙で金属を採掘？ SF みたいね。技術的には可能になってきている。コストと採算性の問題だが、2030年代には試験的な採掘が始まるかもしれない。2040年代から2050年代、ついに人類が火星に立つ可能性が高い。ついに、どんな感じになるの？最初のミッションは数人の宇宙飛行士が短期滞在する。アポロ計画の火星版だな。2050年代から2060年代にかけて、火星基地の建設が始まる。最初は10人程度の小規模基地になるんじゃないかな。10人で火星に住むの？ちょっと厳しそうね。地下あるいは現地の材料で居住施設を作り、放射線から身を守る。氷を溶かして水を得る。食料を生産して移住できる環境を作る。全部自給自足なのね。大変そう。地球では軌道エレベーターの建設が検討され始めるかもしれない。軌道エレベーター？壮大な計画ね。地上から静止軌道までケーブルで繋がったエレベーターだ。ロケットより安全で低コストで宇宙に行ける。ロマンがあるのはいいけど、そんなの作れるの？カーボンナノチューブなど必要な材料技術は開発されつつある。建設には数十年かかるが、理論的には不可能ではないだろう。実現したらすごいわね。宇宙太陽光発電も実用化されるかもしれない。宇宙で太陽光発電をして、エネルギーを地球に送る。宇宙で発電？どうやって地球に送るの？
マイクロ波やレーザーで送電する。天候に左右されず、24時間発電できる。未来のエネルギー源ね。さらに遠くの探査も進むかもしれない。木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラブスには、地下に液体の海がある。え？衛星に海があるの？氷の下に液体の水の海が広がっている。そして生命がいる可能性がある。とうとう地球外生命体が見つかるかもしれないのね。微生物レベルだが、もし見つかれば人類史上最大の発見だ。2040年代から2050年代にかけて、探査ミッションが計画されている。22世紀、火星には数千人から数万人が住む都市ができているかもしれない。数万人？もう火星人ね。そこで生まれ育つ子供たちも出てくる。彼らは火星人として、地球人とは異なるアイデンティティを持つかもしれない。火星で生まれた人間。想像つかないわ。さらに、テラフォーミングという壮大な計画がある。テラフォーミング？何それ？火星の環境を地球のように改造することだ。大気を厚くし、温度を上げ、水を循環させ、最終的には宇宙服なしで住めるようにする。そんなことできるの？数百年から千年単位の超長期プロジェクトだ。技術的な課題も多いが、将来的には可能だろう。さらに、太陽系の外、他の恒星系への探査も始まっているかもしれない。他の星？でもめちゃくちゃ遠いんでしょ？最も近い恒星プロキシマケンタウリまで約 4.2 光年。光の速さでも4年以上かかる。4年以上？無理じゃない？現在の技術では数万年かかる。でも世代宇宙船という概念がある。世代宇宙船？何それ？何世代にもわたって宇宙船で暮らしながら目的地を目指す。最初の乗組員の子孫が到着するんだ。壮大すぎる。でもロマンがあるわね。あるいは、高速に近い速度で飛ぶ技術が開発されるかもしれない。核融合推進、反物質推進、ソーラーセールなど、様々なアイデアが研究されている。ところでなんで人類は宇宙を目指すの？地球で解決すべき問題がたくさんあるのに。重要な質問だな。実際その議論は常にある。でも、宇宙開発は地球の問題解決にも貢献している。どういうこと？気象衛星で災害予測、GPS 衛星で正確な位置情報、通信衛星でインターネット。すべて宇宙技術だ。あ、確かに、私たちの生活に役立ってるのね。地球観測衛星は気候変動の監視、森林破壊の追跡、海洋汚染の発見に使われている。他には何かある？宇宙開発で開発された技術が、地上で応用される。これをスピンオフ技術という。例えば MRI の技術、浄水システム、断熱材、ソーラーパネル、LED ライト。元は宇宙技術だったものが多い。そうなのね、知らなかったわ。技術発展も重要だが、最も重要なのは宇宙開発が人類を団結させる力があることだ。団結？ISS では政治的に対立している国の宇宙飛行士が協力している。宇宙から見ると国境は見えない。地球は一つだ。確かにそういう考え方もできるわね。人類が長期的に生き残るためには、地球だけでは不十分かもしれない。小惑星衝突、気候変動、その他の災害。宇宙に広がることは保険でもあるんだ。今回はこんなところかな。第1回から今まで、いろんなことを学んだわね。ビオルコフスキーの理論から始まって、V2 ロケット、スプートニク、ガガーリン、アポロ、宇宙ステーション、スペースシャトル、スペース X、そして火星探査。たった100年ちょっとで、こんなに進んだのね。そして、これからの100年はさらに驚異的かもしれない。月面基地、火星都市、小惑星採掘、恒星観光港。これからの宇宙開発も目が離せないわね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。